マリさん、どういう考えですの？ん？何が？アクアの初めての挨拶ですよ。部室で話した方が良いのではありませんか？そう？でも、この眺めは最高よ。答えになっていませんわ。まあ、いいんじゃない？平たく言っちゃえば、物質も海もみんな内浦の仲間なんだし。そうそう。もう、二人ともいい加減なのですから。ダイヤは気にしすぎだよ。要は挨拶ができればいいんだから。そうです。早速浦の星女学院3年生の自己紹介を始めましょう。じゃあ私から自己紹介しようかな。どうぞ。私は松浦香南。海が好きで内浦が好きで、典型的な内浦っ子ってところかな。うちはダイビングショップをやってるんだ。たくさんの人に海の楽しさを知ってもらいたいっておじいが始めたんだよね。ダイビングショップに欠かせない看板ガールなのよ、香南は。こう見えて意外と商売上手ですのよ。商売をしようって言うんじゃないんだ。本当に海のことを知ってもらいたいだけでさ。スクールアイドルより海に潜る方が性に合ってるんだと思うんだけど、向いてないから挑戦したくないなんてのは嫌だから、大切な友達が心の底から大切に思ってるスクールアイドル、私にとってもきっとすごく大切なものになるんだと思う。みんなで精一杯頑張って何か心に残るものがあったらいいな。これからよろしくね。あら、私はただの思い出作りだけで終わらせるつもりはないわ。マリー。私は小原マリ。気軽にマリーと呼んでちょうだいね。もうこの辺りを見て回った。いいところでしょ、内浦って。パパがホテルチェーンを経営していることもあって、世界中いろいろなところを旅してきたけれど、この小さな港町に降り立った時、マリーのアンテナはビビッときたの。へえ、そうなんだ。マリさん、また適当に言ってるのではありませんか？まさか、ここでとびっきりシャイニーな毎日を楽しめそうって心から感じたのよ。アクアにもこの土地に負けないくらいキラキラで素敵な仲間が集まってるわ。東京の秋葉原にもきっとたくさん素敵なスクールアイドルがいるんだろうけど、私たちだってとっても素敵なスクールアイドルよ。夢はどこまでも高く高く、いつかこの海を渡って東京までどんぶらこしてみせるわ。どんぶらこ。海を渡らなくても東京へは行けますわよ。そうじゃなくて、どんぶらこでど根性。私の心意気を表現したのよ。楽しそうでいいね。思い出作りで終わらせるつもりはないか。私も見習わなくちゃね。そうですわね。やる前から諦めていたら何もできませんものね。これから始まるキラキラな毎日、一緒に駆け抜けましょう、シャイニー。では、私は黒沢ダイヤと申します。浦の星女学院の3年生、生徒会長をしておりますの。勉強よし、みんなを束ねる力よしの美人さんだよ。ダイヤとルビー、二人はとってもジュエリーでキラキラな姉妹なのよね。昔から可愛い姉妹で有名だったんじゃない？そうかも。タイプは違うけど二人とも綺麗だもんね。私はもともとアクアの活動には反対だったのですけれど。またそんなこと言って。今はやる気あるんだからいいじゃない。そうよ、やる気があるのに昔のことを掘り返すなんて。ダイヤって可愛くないんだから。な、可愛くないなんて知ってますわ。私はルビーとは違うんですもん。あら、ダイヤ、そういうことじゃないの。今の気持ちを伝えないとダイヤだけやる気がないみたいに見えちゃうよ。それは心外ですわ。アクアの活動に反対だったとはいえ、今は今はアクアの活動に賛同しております。賛同しております。
アってほんと真面目なのね。なんで？笑うところじゃありませんわ。もっと気楽に、今ではアクアが大好きですって言ったらいいじゃない。そんな、まさかアクアが嫌いなんてことはないわよね。当たり前です。好きなものを好きというのにはとても覚悟が必要ですのよ。かわいいじゃんダイヤ。もうからかうのはやめてください。私たち3人アクアのことをとても大切に思っているのよ。これから一緒に成長していけたらいいね。そうですわね。それにきっと私たち以外の6人も同じ気持ちですわ。あー、思い出したわ。この後は地下の家でミューズの勉強会をするんじゃない。そうでしたわ。彼を知り己を知れば百戦危うからず、まずは敵を知るところから始めなければなりませんね。ミューズは敵じゃないんだけど。まあいっか、私もミューズのパフォーマンスをたくさん見たいよ。それじゃあ行きましょう。私たちをこれからもどうぞよろしくね。